FC アンジマハチカラは、ロシア連邦、ダゲスタン共和国、マハチカラを、本拠地とする、サッカークラブである。アンジマハチカラのアンジとは空無空語で、真珠の意味を持ち、古代の組ミク族は、現在ロシア名で、マハチカラと呼ばれる場所を、アンジと呼んでいた。1999年にアンジの監督に就任して、プレミアリーグ昇格や、UEFA カップ出場権をもたらしたガジガジエフ。 クラブは1991年にのマゴメドスルタンマゴメドフと FC ディナモマ8からに所属経験のあるアレクサンドル・マルカロフによって創設された。1999年、ガジガジエフがアンジの監督に就任。一部リーグで優勝してプレミアリーグに初昇格を決める。昇格初年の2000年は4位に食い込み、2001から02。 シーズンの UEFA カップ出場権を獲得した。2000から1年のロシアカップでは初の決勝に進み、6月20日に決勝戦が行われた。相手の FC ロコモティフモスクワとは一進一退の攻防が続いたが、後半の45分に待望の得点を決めた。しかし、その直後のロスタイムに PK を与え、それを決められて試合は延長戦へと突入した。延長戦では、 決着がつかず、PK 戦までも連れ込んだが敗れ、準優勝に終わった。UEFA カップ出場権を獲得した。アンジは、UEFA の規定通りにホームアウェイ方式で試合を行うことになっていたが、2001年9月11日に起きたテロの影響で、隣接するチェチェン共和国の情勢が不安定化。そのため、試合は中立の会場で行うことになり、 本来なら2試合を行う、はずの試合は1試合になった。相手は、スコットランドの強豪レンジャーズ FC で結果は1から0で敗れた。2002年、ロシアプレミアリーグで15位に終わり、1部リーグに降格。その後は1部リーグ生活が長く続き、2006年は15位まで、沈み2部降格も危ぶまれたが、2009年シーズンで1部リーグ優勝を果たし、プレミアリーグ復帰を果たした。 2011年1月18日、ロシアダゲスタン共和国出身の大富豪、スレーマン・ケリモフが、財政支援と引き換えに株式を100%取得し、クラブのオーナーに就任した、インフラに2億ドルを投資する計画で、4万人以上、収容のスタジアムを建設する計画である。ケリモフのオーナー就任後は、スペインのレアル・マドリードやブラジル代表で活躍した、ロベルト・カルロス。 2009年のブラジル全国選手権セリエ A 得点王に輝いたジエゴ・タルデッリ、SC ・コリン・チャンス・パウリスタのスターであったジュシレーなどの有力選手を次々と獲得した。また、移籍期間中に FC ・テレク・グロズヌイと肌に終わった、ベルギーリーグの最優秀選手に3度選ばれたムバラク、ブスファを獲得し、AFC ・アジアカップ2011で活躍した。 ウズベキスタン代表のオディル・アフメドフをレンタル遺跡で獲得した。シーズンオフはトルコで合宿をした。ロシアカップ2010から11ではベスト16に進出し、3月1日にベスト8進出をかけた試合が行われた。相手は昨年のロシアカップ王者であるゼニとサンクトペテルブルクで大型補強後初の公式戦であったが2から3で敗れた。 2011年3月12日、ロシアプレミアリーグ2011、12が開幕した。最初の数試合はつまずいたものの12試合を終えた、時点で2位につけた。6月12日、リーグ戦優勝と UEFA チャンピオンズリーグ出場を狙うアンジは PSV アイント方編で主力として活躍したジュジャークバラージュを獲得。8月6日には、 現役のロシア代表選手であるユーリジルコフを8月23日にはインテルナツヨナーレミラノからサミュエル・エトーを獲得した。しかしリーグ戦で伸び悩み監督のマジガジエフを解任、暫定監督はアンドレイ・ゴルデーエフが務めた。2011から12シーズンは秋春戦への移行のために試合数が例年の30試合から44試合に増え、 2011年11月6日の30試合終了時点で、全16チームが上位8チーム、下位8チームに分かれて、残りの14試合を戦う方式が取られていた。アンジは8位というギリギリの順位であったが9位には、勝ち点10話していたことから容易に上位陣に滑り込み、2試合を消化して7位という、順位で数ヶ月間のウィンターブレイクに突入した。 同年12月下旬のウィンターブレイク中に暫定監督のアンドレイ・ゴルデイエフからバトンタッチする形でユーリークラスのジャンがクラブの指揮を取ることになったもののわずか2ヶ月で辞任したその数日後にロシア代表などの監督を務めたオランダ人のフース・ヒディンコを招聘。冬の遺跡期間中にはジュジャーク・バラージュを FC ・ディナモ・モスクワへ売却し結果が出なかったジエゴ・タルデッリは カタールのクラブに売却をした。その一方で、ブラックバンド・オーバーズ FC でキャプテンを務めていた DF のクリストファー・サンバを獲得し、若手ではアンダー世代で出場経験のあるオレグ・シャトフやアルセニー・ロガショフを獲得した。ウィンターブレイクが明けて3月に再開されたリーグ戦では代表選手を揃えた上位クラブとの対決により厳しい戦いを迫られたが、 最終的に順位を2つ伸ばして5位でシーズンを終えた。UEFA ヨーロッパリーグ2012から13の予選2回戦からの出場権を獲得したものの、UEFA の執行委員会は7月上旬のキエフでの会議で、セキュリティや安全性に問題があるとして、マハチカラで試合を開催しないことを決定して、通告をした。そのことから、アンジは大体のスタジアムを探し、 2011年1月に、プレミアリーグから撤退したサトゥルン・ラメンス・コーエが、使用していた、サトゥルン・スタジアムで試合をすることに決めた。2012年7月19日、ホームで行われたブダペスト・ホンベード FC との、試合では、ブラジル人 MF の樹脂霊が得点を上げ1から0で、UEFA 初勝利を記録。アウェーでは4得点の合計5得点を上げ3回戦へ、進出した。 8月2日、9日に行われたオランダ・ノフテッセとの試合では、ホームとアウェーで2得点ずつ上げプレイオフ進出を果たした。8月23日、30日に行われた AZ ・アルクマールとの試合ではホームで1得点アウェーでは5得点の対象をして、初のグループリーグ進出を成し遂げた。グループリーグでは予選で使用していた。 サテルンスタジアムから FC ロコモティフモスクワが使用しているロコモティフスタジアムに変更をした。グループリーグではリバプール FC、BSC ヤングボーイズ、ウディネーゼカルチョラの A グループに組み込まれ3勝1分2敗のグループ2位で決勝トーナメント進出した。ベスト32ではドイツのハノーファー96をホームアウェイ合計2から4で下してベスト16に進出。 ベスト16は、イングランドのニューカッスル・ユナイテッド FC と対戦し、ホームでの戦いを0から0で引き分けた。アウェーではチャンスを作り出し互角の戦いを演じたが、55分に、メディカル・ゴンサレスが2枚目となる、イエローカードを受け退場となった。10人になったことで、数的不利に陥り、防戦一方となったが、隙あらば、攻撃に転じるなどして、ニューカッスルを脅かしていた。 アディショナルタイムは3分と表示され、あとは延長戦に望みをつなぐだけであったが、試合終了間際に入荷する所属のパピス姿勢にヘディングで得点を上げられてベスト16で敗退した。2012から13シーズンのリリーグ戦は15勝8分7敗で、昨年の5位から順位を2つ伸ばして3位で終え、UEFA ヨーロッパリーグ2013から14の グループリーグから出場する権利を獲得した。冬の移籍期間では FC シャフタールドネツクからブラジル人 MF のウィリアムを3500万ユーロで獲得した。暗示の監督であったヒディンクは2012から13シーズンを最後に監督業を引退すると母国オランダの新聞で表明したが2013年6月11日契約を1年間延長した。この期間中には ロシア代表で中心的なイゴールデニソフや将来を期待されている若手のアレクサンドル・ココリンを獲得した。2013年7月14日、ロシアプレミアリーグ2013から14シーズンが開幕。2試合を消化した後に監督であったヒディンクは辞任をした。公認には同年6月27日から1年間の契約でアシスタントコーチに就任した。 オランダ人のレネ・メウレンステーンに決まったが8月、初旬に関係は解消された。同年8月7日、アンジを3度にわたって引いたガジガジェフが、同クラブで4度目となる監督に就任することが発表された。2013年夏、アンジの幹部であるコンスタンティン・レムチコフが、ツイッターで、経営縮小、それに伴う予算削減に動くことを公表した。 主に高年校の選手が対象となり、ロシア代表のイゴール・デニソフとアレクサンドル・ココリン、ユーリー・ジルコフを FC ・ディナもモ,モスクワに放出した。3人を合計した、推定遺跡金は4500万ユーロと伝えられている。ムバラク・ブスファとラッサ・ナディ・アッタは FC ・ロコモティフ・モスクワへ、ウィリアンはイングランドのチェルシー・ FC に、推定3000万ポンドで放出した。これによりチームは一気に弱体化。 2013年12月8日のウィンターブレイク時点で0勝8分11敗と未勝利リーグ再開に沈んだ巻き返しを図るため FC ディナもモ,モスクワで控えに甘んじていたヒョードルスモロフの復帰とディニャルビリアレトディノフアレクサンドルブハロフウラジーミルビストロフといったロシア代表経験者を獲得しウィンターブレイク明けの初戦となった FC ルビン火ン戦で勝利し シーズン初勝利を挙げるまで20試合を要した。その後は、ディナも、FC テレクグロズヌイに圧勝したが、アウェーでは1試合も勝てず、最終戦を待たずに、ロシアナショナルフットボールリーグ降格が決まった。なしロシア1セキュリティの懸念のために、中立の会場で1試合を行った。2018年11月14日、現在インアウト詳細は、カテゴリー、FC アンジマ8からの選手を参照。 ありがとうございます。